皆さんこんにちは、絵本作家のそらと堀ちゃんです。さあ本日は映画制作の進捗状況をお話ししていきたいと思います。最後までぜひお付き合いください。さあ私が今作っているのは北海道の利尻島を舞台にしたアニメーション短編映画になります。ここでですね、皆さんに、ちょっと変更のお知らせがあります。制作スケジュールに変更はないですし、今年の秋頃完成予定というところは変わらないんですが、なんと予定していたタイトルがですね変更になりました。もともとはですね、私のホームページにも載っているんですが、ショコラという名前の映画にする予定だったんですが、タイトル変更となりまして、アイランドになりました。私自身が映画のストーリーをこう作っていく中で、何通りものストーリーがあって、どこに最後着地していくかっていうことを決めないで制作していたんですよね。もともとこのショコラっていうタイトルにした理由はですね、水チョコっていうお菓子がありまして、水とチョコレートをこう混ぜるとですね、ミルクとかとか生クリームと合わせるよりもさっぱりとした口どけのムースチョコみたいになるお菓子があったんですよ。で、それを着地点に考えていたんですね、もともとは。で、利尻島といえば甘露泉水という日本のね名水に選ばれているお水があるので、そのお水とチョコレートで異世界に入り込んだペンギンのような生き物の主人公の女の子が美味しいお菓子を食べて、うわーという風になるという物語の着地点も考えていたんです。もうそれだけじゃなく、着地点っていろいろあったので、こうどこに行くか分からずに進んでいたんですけれども、映画の制作を進める中でですね、皆さんにこう意見を伺っているうちに、チョコレートである必要があるのかいっていう話になってきて、うん、じゃなくてもいいかもしれないってなっていきまして、一番その伝えたい部分といいますか、一番この映画として主軸となる部分って何なんだろうねっていうお話をしていった時に、やはり私が一番最初に惚れたこの利尻島というね、この山が、利尻山というこの山が育んでいるお水であるということにたどり着きまして、で、そのお水をたたえているこの島であるということに着地しまして、ということでアイランド、英語表記では The Island にしようじゃないかということになりました。すいません、ショコラっていうねタイトルにしますよって、あの利尻富士町さんなんかにはこうショコラで決定ですかってあのお伺いされて、あ、ショコラで決定ですって入れたんですけど、その後に1点2点3点しまして、結局はですね The Island、ここに着地したという運びになりました。すいません、これからですね利尻島に一度ご報告に伺わせていただきますので、なぜこうやって1点2点3点したかっていうのは詳しくそちらでもお伝えするんですが、 YouTube でもお伝えしていきたいと思いまして、今こちらでお伝えしている運びとなっております。ショコラからジアイランドにタイトルが変更となりました。もしショコラっていうタイトルになっていたら、映画の冒頭でポルトコーヒーさんというおしどまりの港にあるコーヒー屋さん、チョコレート食べたかったのになっていうシーンを入れようって思ってたんですよ。で、それが実際ちょっとアニメーションにもしたんですけど、今回そのショコラっていうタイトル自体が変更になってしまったために、残念ながらそのカットを使わないってことになっちゃったんですが、アニメーションにまではしてたので、その
それだけで作ったあのポルトコーヒーさん今日はお休みですっていうアニメーションにして、ポルトコーヒーさんにインスタグラム、ポルトコーヒーさんインスタグラム、素敵なインスタグラムあるんでに使っていただけるような動画にして、これちょっとプレゼントさせていただこうと思ってるんで、ちょっとご覧いただければと思います。ねえ、ここまでアニメーションにしてもらったのにね、これが使えなくてもったいなかったんですけど、お店のねインスタグラムに今日は定休日の時になんか活用いただけたらなと思うんで、せっかくね書いたんで、でポルトコーヒーさんは、映画のエンドロールにしっかりとあの一枚画でポルトコーヒーさんのやつを書かせていただこうと思ってますんで、あの完全にそれが出てこないというわけじゃなくて、そういった形でご出演いただくという形になりますので、すいませんけどよろしくお願いいたします。ここが一番の大きな変更点でございます。映画の、先ほどもお話ししたんですが、映画の制作スケジュール自体は、このまま進んでいく予定です。もともとですね、昨年の2023年の8月から制作を開始して、今年の8月ぐらいまでに仕上げていくよっていう予定だったんですが、ちょっと私の家庭の事情がありまして12月まで動けない状況が続いたんですね。ということで4ヶ月も制作が押してしまったので、私の方で4ヶ月制作が押すと、シシドさん、アニメーターのシシドさんの方では2ヶ月制作が押すという手順になってたんですね。要は私が原画を描いて、シシドさんがアニメーションを動かしていくっていう、もともとのそのスケジュール自体が崩れてしまったんですよね。そこでですね、あの私自身がこの1月2月この2024年の1月2月をですね、もう仕事はやめよう、仕事をするのをやめようということになりまして、仕事をお断りして、そしてこの1月2月に映画の制作に打ち込むことによって、この4ヶ月のズレを、なんとか調節するというですね、強行突破に出まして、それでなんとかですね、なんとか、制作スケジュールをこのまま、お仕事のスケジュールなど調節しながら進めていこうという形になっております。頑張ってます。本当に頑張ってます。応援よろしくお願いいたします。皆様本当に応援よろしくお願いいたします。でですね、この利尻島を舞台にしたアニメーション短編映画、まだねどんな様子でやることになったのかっていうことを見てないよ、知らないよっていう方はですね、過去の YouTube に、利尻島を舞台にした短編アニメーションの映画の制作が始まりましたよっていう回がありますので、そちらをぜひご覧いただければと思います。映画の第1弾のポスターデザインが決まりました。まだあのフォントのあしらいなんかは今デザイナーさんに頼んでいる最中なので、ちょっとあの当たりで私がつけているんですが、最初のポスタービジュアルが決定しましたよということで、こちらになります。じゃん。主人公は黄色いね、カッパを着ている、レインコートを着ているペンギンのような生き物、そしてお友達の誘いで利尻島へ少しのワーケーションに訪れるんですけど、あいにく濃霧に見舞われるというお話なんですが、さあストーリーはですね、私のホームページに利尻島が舞台の新作短編映画の進捗が随時更新されていきますので、そちらも合わせてご覧いただければと思うんですが、 STV さんにはですね、映画の追っかけ取材をしていただいて、そちらの方が YouTube に載っておりますので、概要欄にリンクを貼っておきます。そちらで映画の作り方やこの映画を作るに至った背景なんかもお話しさせていただいているんで、ぜひそちらのニュースもご覧いただければなと思います。さあそしてですね、私とシシドさん、アニメーターのシシドさんで一体どういう掛け合いでやっているのかというのもご覧いただくために、ちょっとねこちらの映像をご覧いただきながらご説明できればなと思います。
私が書き上げて足とか、霧とかってパーツに分けた絵、レイヤーって言うんですけど、いろんな層に分けたレイヤー、顔があったら右手左手、右目左目みたいにこう分けてってるレイヤーっていうものを、シシドさんの方でさらに細かくパーツ分けして、そしてシシドさんがですね、今ちょっとこちらでご覧いただくものは、水面にペンギンのような生き物の足が使っているという映像なんですけど、この水面、このシーンですね、見事にこう水面がふわーっと弧を描いて、円形のね水面が外側に流れていくという、ものすごい見事なアニメーションなんですけど、6秒のシーンですね。この6秒のシーンに至るまでにどうやって動かしているかっていうのを、ちょっとズームの様子をご覧ください。水面に関しては、元々の水面のデータっていうのがソラさんからのデータを使ってます。で、それは、こちらの、光ってる部分なんですけど、これを一個一個ばらしてるんですよね。こんな感じで、こんな感じで、ばらしたものに対してただ動かしても、ただそれが平面スーッて移動するだけなので水感がないんですよね。それを変えるために、で、これに関しても、実は2個あるんですよね。1個2個って感じ。いや、そうなのと思った、でこれなんでかったら、1個だと、どうしてもソラさんがもらった原画の段階のデータと同じデータじゃないんですよね。やっぱり見え方がどうしても。あ、それなんで、それはね、元データとしか言わないんだけど、データソフトとの違いか。そう、ソフト感をまたぐとどうしても変わってしまうっていうのがあって。あ、なるほどな。なので、うん、ここの段階で追い焼きのリニア入れてるんですけど、ああなるほどなるほど、わかんないんですよね、はい、そうなんだ。1個だってこれなんですよ、2個入れてこう、追い焼きリニアじゃなく、なんかハードライトとか入れたらどうなるんですかね。ハードライトでもいいんですけど、ハードライト変わんないんですよね、あんまり。あ、そうなんだ。何かって言ったら、これ元々のやつが、透明度高い状態で来てるから、かかんないんですよ、そもそもが、あんまり。もしかして先生、濃くした方がいい？いや、でもこうやって調整してるよ。多分、本当元データが違う時点で、何もらっても調整ありきだと思うんだよね。そっか、重複させて、コピペして、そう、これは2枚で、厚みつけてた方が、確実か。なんかね、自分の調整がしやすい。で、これはどうやってるかって言ったら、それをいいことに、ずらしてるんですよね、これ。あ、ここちょっと分かりづらいけど、位置をちょっとずらして、片方だけちょっと大きくしたりとかしてるはず。それによって重なりがあって、より自然に動くっていう。なるほどな。だから、ああいうふうに見えたんだ。うん。で、これに対して、波紋をつけてます。うん。この波紋ってのは、ちょっと今動いてるのかな、こう、微妙に動いてるんだけど。これをつけないと、ちょっと、モザイクになっちゃうけど、ただ動いちゃうだけなんですよ。なんつうか。なるほど。絵が動いちゃうんですよね、これが。ただの。うん。ぬらっとしてくれるんだ。そう、これをやると水感が出るんですよね。なるほどな。っていうことを全部に対してやって。ちょっと待って、その今、水面の、その波紋、この、やこれね、うん、9本、9個、うん、右9本、左10個の、その1本、波紋、はい、つまり20本の波紋がこの足元にあるわけじゃないですか。うんうんうん、この1本に関して、での作業時間って、その、まあ、私たちがこうレイヤー分けして名前つけて色味変えてっていう作業だよね、うんうん、まあ、あとはそれを動かす作業があるので、1本やっても結局トータルで動かさなきゃいけないから、全部に対してまた微調整が。なるほど。ここから動かすのは どういうふうに、これをさっきの、うん、例えばですけど、まあ、多分ここの端が分かりやすいかな。これなんかはただ右から左に行ってるだけなんですよね。あ、左から右に行くだけ。はい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 。うん、でも、うんうん、それでもいいんだけど、これに対して不透明度と、スケール、サイズを変えてます。あと位置も変えてます。要は、やりたいのは、波紋って中心から外に広がるんですって、広がるじゃないですか、はい。薄くなるじゃないですか。消えるじゃないですか、うん。それを表現したかったっていう。なるほどな。
わかんないな。何が正解かわかんない。さっき言ったように、ここを揺れるだけでも水面っていうふうに、アニメーションって認識したりするときもあるじゃないですか。っていうことを言ってたんですよね。要は、その、まあでも表現しきってるっていうとこで、やっぱり、それはそれでいいんだよな。今の足のとこは完全にそれが正解だよね、先生のやつがね。これは、でもイメージとしては、どうやったら、多分自分のパートナーの認識が違う。だぞ、ごめんなさい。どうやったら楽になりつつ、水面感があり、キラキラして見えるように、しかもその一個作った水面が、うまく違う他のとこでも使い回せて使えるかなとか、なんだけど、多分自分とそらさんの認識の違い、多分ここで、もう、実はここでも出てて、自分これ波紋って捉えてたんだよね。水面じゃないんだよね、実はこれ、自分の中で。だから消えてるんだよね。なるほど そな。う、そうなのさ。だから多分ね、違うんだよね、考え方が。だからその場にいないんですよ、こいつって。これは膨大だな。ただ、ここってね、前も話したように、しっかり見せたいシーンだなと思ったんで、やっぱり結構、ね、時間をかけちゃってる場所は、ではありますね。でも先生、実際これ、まあ、水の下の下地、さっきの下地の凸凹 3D、ちょっともう一回見せてもらっていいですか、それまだ。い、こちらです。なんだよな。いや、でもこれは深みがすごい増すから、絶対的に、真上からのシーンを使うときにはずっと使えるじゃないですか。そう。で、これが真何横だった？も別に使えると思うんだよな、何？私、これ。横のシーンでも。真横がね、これって正直上だったら何でも使えるっていうのがあって、これね、この画像を差し替えたら、俯瞰は何でも使えるんですよ、これ。サイズ感変わるから。あと、これの波シーンも、例えば、こういう感じで、大きさに言うとこうやって、大きくしたりとか、ちっちゃくすることは可能なんですよね。それを、例えば、OK、ちょっともう一回ぐにゃっとさせてみてもらっていいですか。で、その状態で書き出すレンダリングを、これでレンダリングするんですか、こっしまから。す、します。これは映像化します、これを。で、これを、例えば、20秒の映像化、ただレンダリング何分ぐらいか、何時間ぐらいか。サイズによるんですよね。このサイズだったらいくらだっけな。多分30分かかんないと思います、これは。これのサイズだったら。書き出すデータ、これ、シミュレーションしちゃってるから結構データ食っちゃってて、これがちっちゃいサイズのシミュレーションだったら、もちろん早くてっていう感じなので、要は、なみなみを大きくしたり、ちっちゃくしたりが、うまく表現できない場合って、この、もともとのサイズ感を変えるしかないんですよね。なるほど。そ先生さ、一人でこれやってんのが天才すぎなんだけどでもこも。れ、ソラさん、すぎだよ。ソラさんから、お話もらったから、ずっとこれ同じことやってますよ。これのルーティンは変わってない。ずっとこれ。今回は 3D が入っただけ。っていうだったかなっていう。なるほどな。ルール作りを自分の中なの。るほどな。先生は時間があればあるほど全部きれいに整頓して作り上げるからいやでもこれをしないと長期はきついんですよ。探な。すのが確かに。しんどい。あと番号を間違ったりとかして、名付けとかも全部ルール決めとかないと、間違ったものを使ったら一番嫌じゃないですか。せっかく使ったものを使わないっていう。さて、こんな感じでアニメーションの方は進めて制作をしておりますが、この水面表現もですね、やっぱりすり合わせながら、今ご覧いただいたような形でやっていったら3年かかっちゃうねっていう計算になってしまったので、この水面表現だと延々と時間がかかりすぎて、水面表現だけで終わってしまう そうするとストーリーが進まなくなってしまうねっていうことになったので、この水面表現自体、私がアニメーションの中では、絵の中では水というのは光であるっていう前提条件があるので、この光っていうものをどう表すかっていうことで、
その波紋でぐーっと広がっていくっていうところを私自身が表現したかったわけではなくて、水が光であるっていうその条件、それが揺らいでいるっていう条件に合うものを探していこうということで、今あの私の方でもあのこういう表現どうだろうっていうのを提案しながら先生と一緒にタッグを組んで進めているところであります、はい、で私自身もですね、この表現のイラスト、これを描くのに、まあ、先生のことも言えずですね、私自身もものすごい時間かけちゃってまして、本当に時間かけちゃってまして、昨年の今頃は丸山動物園の動物たちを描いてたなって思ったんですけど、今年はあのこれで没頭しております。本当に深く作品を追求していくっていうね、あのフェーズに入ってきてるのかな、作家としてとも思わずにもいられないような作品のね深みにはまり始めてるんですけど、でもこう一個の表現、ああこういう表現したかったな、こういう表現いいなってなると、やっぱりこっち側もこっち側もそういう表現にしたいっていう風になってくる欲が出てくるから、それとそのやっぱり期間、このスケジュール範囲内に収めて映画を作る、そこででき得るものを作っていくっていうものの大切さっていうのも、私は今までずっと作品を作り続けていて、そのスケジュールとその着地していくまでの工程、自分たちの気力体力、そしていろんなもの合わせて持たせていくためには、あのやはり私たちの目標スケジュールは、秋までには完成する予定、ここをずらさずにやっていくというのがすごい大事なんですよね。で今回のですね、この映画にあたってはですね、出来上がった映画に関しては国内外の映画祭に出品していく予定なんですけれども、その後ですね、利尻島の利尻町さんや利尻富士町さんや利尻町さんに、こう皆さんにですね活用していただきたいんですよね。せっかくここまで力を込めて描いているイラストなんで、もったいないので活用していただきたい。それを活用していただくためにも、公演っていうものについていただかないと活用していただけないんだよっていうことを知りまして、これは映画祭の本間さんに教えていただいて、えっつって、そうなんですか、自由に使っていただきたくても、あの公演っていう、公演ってこっちの後ろの援護の縁ですね、をついていただかないと町としても使えないんだよって言われて、知らなかった、それでは講演書類を書きますということで、講演書類というものをですね初めて作ってみたりとかですね、もろもろ雑務というものをですね、自分のお小遣いでなんせ作っているものですから、こういうのも撮影するのも自分、時間配分を決めるのも自分、皆さんにお願いをして、チームを作っていくのも自分、アニメーターはししどさんにするんだ、音楽は小野くんにするんだ、そして私のわからないところを教えてもらいたいから映画祭の人も必要だ、利尻島さんにもいろいろ仲間になっていただいて、ね、ご協力を仰ぎたい、そういう人脈を作るのも自分だ、とにかくですね、やることが多いですやることが多い、絵本を作るのとは比にならないほどですね、やることがとても多いです。絵本は絵本で大変なんですけれども、やることが多いですそうそれで公演をついていただくために、前回利尻島さんに行った時に公演についていただきますということで承諾いただきましたので、利尻町さん、そして利尻富士町さんに行ってご挨拶してきました。そしてこのように写真も撮ってきましたので、でポスターがですねこれからできたら、利尻島に伺って各町にご挨拶していくという形になっております。それはそれでまたご挨拶、皆さんに、こういう感じでしてきましたっていうのを SNS で発信していきたいと思いますので、皆さん引き続き応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。頑張ってます、本当に頑張ってます。でも本当にもうここからは仕事もしっかり再開していきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。絵本作家の空と堀ちゃんでした。引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。
sweet.